ミックスして新しいのを作ろうか、はい、モデルにした作品というのがなくなってしまう。すごく間接的な監修になった三沢さんは削って形を出していかれる。後でタッチだけをどうつけるか、抽象的にするところがあるので、三沢ルールというかね、どういうふうにこう R で曲がっていくかとか、結構再現してもらいました。それぞれの個性が生きた遊び心を入れましたよね。ものづくりに情熱を持ってる人が関わってる、僕にとってはすごく収穫でした。弊社とのコラボレーションっていうような形になったのかなって。